カオル？カオル？着きましたよ、カオル。すっかり遅くなったな。そうですね。というか、もう朝だね。見てくれた。あの時、たきり姫は確かに私を見てくれたのに。私に飛べって。たきり姫。歩き続けていた、導かれたままだって夢中で、今になって気づいた。鈴木区に現れた荒玉の討伐を完了。ノロも回収しました。怪我人なし、装備の損傷も軽微です。以上、報告終わります。そっか、ご苦労だった。カオル？なんだ、もう下がっていいぞ。他に言うことはないのか。ねぎらいの言葉ならかけただろ。特別手当や休暇なら。違う！タギツ姫だ！あれからもう1週間だぞ。その間、任務といえば通常の荒玉討伐ばかりってのはどういうことだ？どうした？いつになく仕事熱心じゃないか。こっちは一度やられてるんだ。借りは返さんとな。連中の居場所、当たりぐらいはついてるんだろう。情報なら入り次第伝える。行くぞ、エレン。焦りを感じているのでしょうね。彼女たちも私たちと同じように。お恥ずかしい限りです。たきり姫を取り込んだ今、タギツ姫は圧倒的優位の状況にあります。にもかかわらず、あれから何の動きも見せていないというのは、やはり不気味ですね。でも、タギツ姫が動いてないのなら、この状況を維持できるんじゃないかな。向こうが動かないからこそ、私たちが行動すべきだ。防衛省の襲撃には、綾小路の都知たちも参加していた。あいつらの足取りなら簡単に終える。きっとタギツ姫までたどり着いてるはずなんだ。日本の警察は優秀ですから。うん。居場所さえ分かれば。切りかかるか。あの時のように。当然だ。タギツ姫を野放しにはできない。気持ちだけで何とかできると思っているのか。浅はかだな。ひよりちゃん、半年前はゆかり様が肉体の自由を奪われながらも、内側からタギツ姫の力を抑えてくれていた。だが今は違う。タギツ姫はゆかり様という風から解き放たれた。君たち6人、いや、僕と鈴鹿を足して8人でかかったとしても。あら、そういう誰かさんも一人でタギツ姫を切ろうとしてらしたのではなかったかしら。ああ、そうさ。あの時僕は差し違えてでもタギツ姫を止めようとしていた。けど君に頬を打たれて目が覚めた。
結構ですわ。だからこそ言えるんだ、今はまだ動くべき時じゃないって。今はって、いつまでこうしてればいいんですか。状況に変化があるまでですわ。そんな悠長な。心配はいらない。相手はあのタギツ姫なんだ。多分近いうち何かしら仕掛けてくるはずだ。問題はタギツ姫がどのような手段を取るかですね。そればかりは想像もつきませんが、どんな事態になろうと対応できるよう準備を。本部長。なんだ想像し。すいません。ですがテレビに。テレビ。何これ。我の名はタギツ姫。お前たち人間が言うところの荒玉である。まさか、こうも堂々と姿を現すと。何をするつもりなんでしょう。我は人間との共存を望み、それを実現するためにここにいる。人間と共存。あいつの目的は人への復讐だろう。もしかしたらタキリ姫と融合したことで何か変化が。違う、あの目、タキリ姫とは違う。タギツ姫は人間を見ていない。しかし人間の中には荒玉との共存を望まぬ者がいる。荒玉の討伐を名目に大いなる力を手にしている者たち、トジだ。彼女らは対話を求める我の声を無視し、言葉を返さぬ荒玉と同様に打ち滅ぼそうとした。我はただ身に降りかかる火の粉を払おうとしたに過ぎ、それが20年前の真実だ。よくもこんなデタラメを。市民の多くは大災厄の真相を知りません。この話を信じてしまうのでは。その前に政府が否定するでしょう。公表しないということで合意が取れていますから。証拠はあるのでしょうか。それについては私が保証しましょう。誰だこのおっさん。何言ってるんですか。内閣官房長官ですよ。まさかこんなお偉いさんまで。米軍と裏取引した日本政府にも大災厄の責任がありますから。それをネタに脅したってことか。タギツ姫を否定するどころか信憑性を高める側に回るなんて呆れましたわ。そして本日はもう一人詳しいお話をできる方をお連れしました。連府女学院学長高津幸那氏です。学長。ユキナ。確かに20年前タギツ姫は大災厄をもたらしました。しかし彼女はそれ以上の被害を望まず、刀剣類管理局による拘束を受け入れました。その後も彼女は暴力に訴えることなく、ただ静かに対話を求めました。その姿を目にし、都市の中にも考えを改める者が現れました。人は対話することにより文明社会を築き上げた。ならば対話を求める荒玉との間にも信頼関係が築けるのではないかと。私もその一人です。しかし折紙ゆかりは違いました。タギツ姫の声を無視し監禁を続けたのです。そしてあれが出現した。一木島姫、人間への疑念から生じたもう一人のタギツ姫です。いよいよ本題か。タギツ姫から分裂した一木島姫は鎌倉からの脱出を試み、結果として関東一円にノロが撒き散らされてしまった。しかしその混乱の中でも我々は綾小路の総楽学長のもと、綾小路の都知たちを中心に編成した近衛隊とともにタギツ姫をお救いしたいのです。近衛とはまた仰々しい名をつけたものですわね。タギツ姫を女王にでも担ぎ上げるつもりか。脱出を阻止された一木島姫は今も管理局の手の内にあります。彼女の目的は人間への復讐、それのみです。もし彼女が力を解放したら、これまで以上の災厄がもたらされるでしょう。そんな危険な存在を折紙ゆかりは未だに手放そうとしていないのです。
惨劇を防ぐには一木島姫とタギツ姫を再度融合させるしかありません。そのためにも我々刀剣類管理局維新派はここ東京を拠点に決起します。その上で要求する、折紙ゆかり並びに刀剣類管理局は一刻も早く一木島姫を我々に引き渡せ。これ以上国民を危険にさらすというのであれば実力を持って対処する。やはり高津学長と綾小路の総楽学長は多吉姫側につきましたか。ご家伝を二分することになりますね。ゆずき先輩、あの放送から3日か。綾小路の都市は全員京都に引き上げるようだな。綾小路学長からの学長命令だからね。仕方ないよ。あの中にもこの得体に入る人たちがいるのかな。そういえば連符はどうなの、高津学長から何か。連符なら心配ない。佐奈先生が学長を代行していますからね。にぃ、高津学長、今は学長権限はないんでしたっけ。名目上は今も学長ですよ。来年の春には後任が指名されて名実ともに元学長になるけどな。その新しい学長が私たちの味方になると言い切れるのか。政府は向こうの肩を持っているんだぞ。確かに。でも多義姫たちは政府に取り入ったが、お偉いさんの中にも真実を知っている者はいる。そう簡単にあいつらの思い通りにはさせんってグランパが言ってました。うちの父もあちこちに働きかけているようです。しかし多義姫の居場所が分かったのに待機ってのは納得できん。でも今乗り込んだら都知同士の戦闘になりますよ。カオル、かなみちゃん出動。都内で荒玉が目撃されたって本部長から私とさやかちゃんに。こんな時に。荒玉にこちらの都合なんか関係ありませんからね。行こう、さやかちゃん。今はとにかく目の前の荒玉を退治するだけだよ。時に鎌倉はどうなっている。どうもなっておりません。ここを攻め入る度胸などないのでしょう。そうか。都知たちも今は荒玉退治に専念しているようですが、それもいつまで続くことやら。さあできました。よくお似合いです。私は所用で出かけます。警護の者はおりますが、くれぐれも身辺にはお気をつけください。誰に向かって言っている。申し訳ありません。ただ御身のために。もうよい、下がれ。出動した隊はないはずなんだけど、とにかく行ってみよう。はい、ノロの回収を始めてください。あゆむちゃん、どうしてここに。江藤さん、ひとみさんも遅かったじゃないですか。もう終わっちゃいましたよ。あゆむちゃん大丈夫なの。何がですか。ここで何を。お仕事に決まってるじゃないですか。荒玉を倒すのが都知の務めでしょ。多吉姫も荒玉。多吉姫様は別ですよ。あのお方は神様ですから。うちだと隊長、撤収準備整いました。残念、もう行かないと。今度また一緒に戦いましょうね、江藤さん。
あいつら本気で管理局を二つに割る気か。ノロも回収してた。え、あの人たちが拠点にしてるのは東京駅のホテルのはず。ノロの貯蔵なんか。お社に祀るっていうのも考えづらいですね。じゃあ吸収してんじゃねえか、タギツ姫が。本部長には報告したの？もちろんしたよ。でも表立ってことを構えるのは自重しなさいって。タギツ姫が力をつけている可能性があってもか。うん、なんか上からの命令みたい。えい、もう我慢ならん。ねね、行くぞ。ね、どこに行くの？本部長に直談判だ。あ、佐奈先生ならさっき出かけたみたいですよ。ああ、どこ行ったんだ。お久しぶりです、マニワ本部長。うん。話は聞いたかしら。都内の荒玉はそちらで対処するそうだな。ええ、なんだったらもっと範囲を広げてもいいのだけど。お前のところの戦力で足りるのか。うちの都知は優秀ですから。そうそう、片付けはもう終わって。うん。局長室のですよ。近いうちに私の部屋になる。くれぐれもゆかり様の匂いなど残しておかないでください。私あの方苦手ですから。アドミラルから連絡があってね。アドミラル？ハンドルネームだよ。昔からのチャット仲間なんだ。彼によるとどうやら我が祖国はノーチラス号を見捨てたようだ。国籍不明の潜水艦が日本の領海内で拿捕されることになるだろう。それも高津学長が。彼女には一度チェスの相手をお願いしたいね。貴様らは元親衛隊の。待ちなさい。ここは私が。ヨミ、確認させてくれ。君がタギツ姫に協力しているのは本当に君の自由意志によるものなのか。はい。何か理由があって不本意ながら力を貸しているわけじゃありませんのね。はい。そうか、わかった。最後にもう一つだけ聞かせてくれ。何でしょうか。君は夢が幸せだったと思うかい。ええ。そうか、やっぱり僕らの進む道は異なっているようだ。あなたはどうなんですの？あなたは今幸せ？どうなんでしょう。一木島姫が乗っていると思われる潜水艦が房総半島沖を航行しています。まるで半年前の大荒玉出現を彷彿とさせる光景です。これは君の仕業か。ことここに至っては犯人探しなど無意味でしょう。なんだと？問題は一木島姫の居場所が注目にさらされた今、政府がどのように対処するか。あれほど危険な存在を信頼を失いつつある刀剣類管理局の手に委ね続けるとあっては国民はどう思うでしょうか。多少強引な手を使ってでも一木島姫を政府の管理下に置く方が賢明ということです。君は我々を恫喝する気か。こうなってしまった以上、あなた方が取れる選択肢は残されていないと思いますが。わかった。ヨミ、この辺りを全員緊急招集しなさい。暴走機で発見されました一木島姫が乗艦していると思われる潜水艦は依然ゆっくりとした速度で北東に進行しています。
内里。あの、遅くなってしまいましたけど、一言お礼が言いたくて。お礼？私、夢が叶ったんです。江藤さんと一緒に戦いたいって夢が。学長にも見てもらいたかったです。私、江藤さんにも一歩も引けを取らなかったんですよ。そう、それもこれも全部学長のおかげです。だから、ありがとうございます。では、目標の艦内の探査終了。しかし艦内は無人。繰り返す、艦内は無人。いやー、地面が揺れないっていいですね。私、船ってどうも苦手で。あれは潜水艦か。私はここまでです。お気をつけて。すまない、フリードマン博士にも伝えておいてほしい。おかげで脱出できたと。わかりました。姫、お喜びください。一木島姫の上陸場所が。お召しにならないのですか。この方が動きよい。姫がお出ましになる必要はございません。一木島姫は我々の手でここまで連れてまいりましょう。そうか、ではしばし待つとしよう。はい、必ずや良い知らせをお持ちします。明日の君に